皆様こんにちは、キースジャガーです。令和元年の、2019年12月10日火曜日11時9分です。目の前の道路が、古い方の国道2号線バイパスではございません。古い方の国道2号線です。で、もう少し北に登りますと、あと 500m ほど北に行きますと加古川バイパス見えてきますが、この加古川バイパスが新しい国道2号線として、同じ国道2号線という番号ついておりますが、古い方の旧道とバイパスとちょっと区別されております。古い方の道路結構何も知らずに走りますと、岡山とか広島に向かって走るのに、 こちらの古い狭い方を走りますとかなり走りにくいんでご注意ください。加古川バイパス無料ですので、加古川バイパスと高砂バイパスと姫路バイパスと辰野バイパス、あの辺りね、新しいというかバイパスになっている方に国道2号線同じ番号を振ってます。はい、今越えたのが古い方の国道2号でした。はい、もう上見えてるかな。あ、見えてないし、およそ300メートル先右方向有料道路入り口です。ここはね、その先もう難所なんですよね。どうしても仕方がないんやけど、高速道路に上がるのにちょっと待たないといけません。渋滞がきついんですよ。渋滞というかね、信号青になってもね、なかなか進まないんですわ。右折でね、大阪方面向くのに、大阪というか神戸方面ですね、 200m 先右折とありますが、これ直進方向、こちらの方向に向かって走ってくるのがいっぱいいて、で前が詰まってても無理やり交差点の真ん中に突っ込んでくるようなのがいっぱいいますんで、右折なかなか思うようにさせていただけません。で、信号変わってもね、下手したらもう1台2台しか行かないっていうのもあるんで、そうなってくるとこの渋滞がね、何百メーターや何キロって伸びてくるんですよね。もうさっきの2号線なんか通り越えて、もうもっと向こうまでね、渋滞することも珍しくございません。毎日のことですけどね。はい、今どこにおるかと言いますと、ちょっと看板でも見とるかとは思いますが、第二神明の明石西ですね。明石西の、料金証の 200m、300m 手前ぐらいになっております。こちらの方に来るときに明石西まで、諏訪から明石西まで第二神明全線をちょっとカメラ調子悪くてですね、熱で放送して強制シャットダウンということで、もう2回ほど途切れてね、せっかくノンストップで走ってて、するのにブツブツ途切れの動画になってしまいましたが、帰りはね、ちょっとね、もう熱で強制シャットダウンされてたまるかということで、風切り音すごいと思うんですが、ちょっとクーラー直接、なるべく直接は当たらないですけど、なるべく近くを冷たい風が行くようにクーラー全開にしておりまして、ちょっと撮影しておるカメラ冷やしにかかってます。私かなり寒いんですけれどもね、12月10日ということで、冬でもう外気温も40度くらいしかないんですよね。そうした中、ちょっとクーラー全開というのはさすがに体に応えるんですけれども、ちょっと撮影の方を優先してしたいと思います。来るときは、ノンストップで来れたんですが、帰りもう一軒寄らないといけないんでね、すいません、多摩津で一旦切らせていただきます。多摩津で一回降りますんで、切らせていただきます。でもう一回多摩津から乗り直して、今度もう大阪の方まで帰りますんで、もう一回あそこで動画接続するかと思います。はい、今回は帰り道、明石の方から神戸、大阪の方に向いて帰り道、第二神明全線お伝えしようと思います。よろしくお願いします。
なかなか進まないですね。こっち右折ですからね。まあ、直進と左折は進んでおるような感じなので信号は青は青なんでしょうけどね。対向車途切れることもありません。交通量かなりありますんで、もう入れてくれるっていうか、向こうが自主的に止まってくれて右折しろよみたいな空気を こちらの右折の先頭が空気読んで、あの安全ちゃんと確認してパッと右折してくれないと、これしばらくかかるんですよね。この位置からですとあと 200m ほどありますね、右折までね。 204m と言ってますか、なんか。さて、信号1個で何 m 進むんでしょうか。進まないんでしょうか。進むのは進みそうですね。この辺カットしてね、あの明石西の入り口から動画撮影したらいいと思うんですけどもね、ちょっとこの辺が煩わしいよというのもちょっと収めさせていただこうかと思います。加古川バイパスから来られる方はね、この明石西の手前のこの有料道路入り口です。地獄というかこの渋滞はないんですけれども、一般道から来られる方、反対側から来られる方は左折なんで、まあまあ知れてるかなと。まあ、交通量は多いんですけれどもね。この右折は本当にね、ちょっとずつしか行きません。さっき204m とお伝えしましたが、残り 159m です。一応そうですね、50m ぐらい進んだかな今ので。しんどいな。寒い、暖房入れたい。カメラがプチプチ切れるから、シャープのアクオスの携帯がプチプチ熱くなって切れるから、もう震えながらクーラー全開でみたいなね。ちょっと全開はさすがにもうやめましたけど、寒いんで。来る時と私声変わってるかもしれません。荷下ろし中、外出て荷下ろし作業しておる時にだいぶくしゃみしましたんでね、ちょっと喉とか鼻とかがさらにひどくなってるかもしれません。風邪ひいてるというほどではないんでしょうけれども、似たような症状に悩まされております。現在時刻11時17分。この右折渋滞何分かかるんでしょうね。まあ覚悟してはおりますが、そのピークは過ぎたんで知れてるんですが、それでも、10分15分は早くてもかかるでしょうね。乗用車ではなく、この前いるのがトラックなんで、この辺の人たちがどれぐらいぐいぐい突っ込んでいって、頭突っ込んでいって積極的に右折しにかかるかですよね。まあおとなしく待ってたんでは止まってくれないですからね、なかなかね。直進車の方がもう自分が行けないと思ったら、ね、右折にちょっと1台でも2台でも譲っていただいたらね、いいんですが、そういうこともなかったらちょっとしばらく行けないんでね、やっぱこの道路。はい、今ので 119m まで来ましたんで 40m 進みましたね。トラック2台分ぐらい行ったかなみたいな感じですけれどもね。トラック2台と 30m ぐらいのはずですが、車間距離も含めて 40m ぐらい行ったか、ね、はい、ここで私も赤です。サイド引いとこう、しんどい。ちょっとね、あんまり前の車のナンバープレート映したくないとかいうのもあって、かなりベタベタつけておるので、ちょっと周りの景色が分かりにくいかな。目の前の高架上をビュンビュン走っておるのが加古川バイパスです。無料区間です。ここは加古川バイパスは一応番号としては国道2号線の番号が当てられております。日中大変交通量多いんでね、まあ、加古川バイパス、高砂バイパス、姫路バイパス、辰野バイパス、まあ、あの辺りまで、まあ、日中ね、どっち方面かどの辺か必ずって言っていいほど毎日どっかしらで事故の一つや二つありますね。
ものすごい交通量多いんで、それだけ分母がでかいんで事故する可能性が高いっていうことですよね。混んでるからというよりはもう走る車が多いんで、1万台走って1台でも事故したらそれも事故ですからね。100台しか通らない道路だったら100台ともたまたま安全に行ってくれたら事故ゼロとなるんですが、例えば10万台とか走ったらもうその中で1台でもやったら、まあ事故は事故なんで、毎日どっかで事故があるのかなみたいなイメージを抱くのはそういうことかと思います。はい、ちょっと看板映らへんなこれ。試しにね、拡大して映してるんでね、ほんで角度もちょっとかなりブレブレになるので、ちょっと下向けで拡大しがちで撮ってますので、はい、分からんかったかもしれませんが、はい、右折行けました。ようやく行けました。まあ、今日はマシです。来る時もね、結構渋滞っていうかもう、いつでも毎日、平日であれば毎日これぐらいの渋滞は最低限あるっていう、最低限しかかかってきてないんで、今日はね、死んでるんじゃないかと思いますね。もう12月入りまして、師走、もう非常に1年の中でも繁忙期と言われて忙しいこの時期、まあ12月も10日まで来まして3分の1終わりました。あと20日で今年も終わってしまいますが、まあ、その時期にありましてこんだけ空いているのかと、平日火曜日が10日なんで5等日ですよね。もう世間どのようになってるんでしょうね。よっぽど景気悪いのかしら、日本終わりかしらみたいな、そういうこともあるかもしれませんが、あとすみません、ちょっと昨日の立花隆のネタを話しするちょっと雑談の動画でもちょっと感じておったんですが、なんかねこの車が毎日変わるんで車が悪いんかもしれませんが、ちょっとカメラ固定してる分が悪いんかな。結構ねすごい振動で揺れるというか、昨日もモニターチェックというか編集しながら思ったんですけど、すごい揺れるんですよね。今もものすごい揺れてますよねこれ。あ、これどうしようもないな。車が揺れすぎなだけじゃないと思うな多分。カメラ固定するのにこれ安物というか、まあ、1000円か1500円かそんなで買ったやつなんですけど、もう高いやつ売ってたら高いやつ買うんですけどね、あんまり簡単に装着できてとか条件満たすやつがなかなかなくてですね、私毎日車、仕事の車毎日乗り換わってますんで、自分に与えられて決められた車っていうのがないもんですから、つけっぱなしっていうわけにいかないんで、ね、つけたり外したりを繰り返すんで、まあその辺の取り回ししやすいようにっていうのも考えて使ってるんですけれども、まあ見てられへんぐらい昨日はすごいブレブレっていうか振動してましたからね。これちょっと今も撮影しながらこんだけ揺れとったらもう見るに大変かなと、持つかなみたいな気がしてますが、ちょっと代理申請もすいません、このご案内するの初めてなもんでちょっとお見苦しいかもしれませんが、これこのまんま多少編集はしますが、もうブレブレなのは元の動画がこんだけ揺れておるもんでどうしようもないんで、これはこれでもすいません、目おかしなるわとか見てて車酔いするわっておっしゃるかもしれませんが、このままアップロードさせていただきます。もう14分も経ってからそれ言うんだっていうあれやけど、まあすいません、ちょっと車が悪いのか、この取り付けステーが悪いのか、ちょっと何にせよこのこう細かい振動ちょっと固定の仕方いろいろ工夫して締め付け直し何回もやってるんですけど、どうしてもねこの振動止められないんでね、すいません、ちょっと乗り心地、その画面で見てるほど乗り心地私の方も悪くないんですが、揺れが非常に激しくなっております。すいません。はい、第二神明という道路、この道路、東向きで走っております。大阪方面行きです。神戸大阪方面行き、
先ほどの料金所明石西を出発点としまして、須磨まで、須磨を越えて、まあ、厳密に言ったら月見山の料金所を合流してくる寸前までが第二神明ということで、もう月見山の料金所から合流が入ってきますと3号阪神高速3号神戸線ということになります。はい、行きしにまず出口あったかなって言ってたんですが、まあ、ないわけがないですよね。はい、東行きの大久保出口です。第二神明東行き大久保出口、そして大久保入り口ですね。第二神明、おそらく全てのインターで出口入り口両方面にあるかと思います。ちょっとね、高丸とかあの辺調べてないんですが、伊川谷とか両方向あるのかな、まああるかと思います。ちょっとあんまり適当なことを言えないんですけどね、自信持って言えるところは自信持って言い切りますけれども、もし伊川谷とか高丸とかあの辺が出口はあるけど入り口はないみたいな、そんなパターンやったらちょっと間違ったことを言ってしまうと皆さんお困りになると思うんで、ちょっとねごめんなさい、自信なく私が言ってるところはご自分で お調べください。調べてその上で台本でもかましてそれをしゃべれば問題ないんですが、全てアドリブでやっておりますので、間違ったことも目的地まで5キロメートルです、まあ、多々ございますんで、あんまり当てになさらないように参考程度に押さえておいてください。はい、今明石サービスエリアの方ですね、入り口出口ございました。左手明石サービスエリアです。一応ご飯食べるところとかね、売店みたいなとかトイレとかあったかと思います。レストランも多分ちょっと離れたところあったと思うんですけどね。で、駐車場はねかなり台数止めれるんで、おそらく満車で止められへんわっていうことないと思うんですけどね。すごいなこれ、しかし幽霊がどうにかならんかな。およそ2キロ先左方向有料道路出口です。ちょっとどうにもならんまま目的地に到着しそうなんで、一旦、多摩津インター出口で一旦お別れすることになります。またね、荷下ろし終わりましたら大阪帰りますんで、多摩津から乗り直しますから、またその時動画多分ね分けずに引っ付けると思いますんでね、日本の動画を一本にすると思いますんで、はい、またお会いしましょうというか、あと 1.2 キロの道です。およそ1キロ先左方向有料道路出口です。画面がね、すいませんね、昨日はね画面見てくださいっていうような内容の動画ではなくて、N 国党の話を延々としてただけなので、画面はお見苦しいようでしたら見ないようにしていただいて、ラジオを聞くような形で私のトークだけ聞いてくれよというような動画なんですけど、今日はねこれドライブの予習で道路の案内のつもりでアップロードする動画なんで、こんだけ揺れるとまずいね、ボツにしないといかんぐらいのクオリティで、なおかつ話だけ聞いてくださいというよりは見てくださいという動画なんでね、これはねちょっといろいろ課題が山積みになってきました。はい、第二神明東行き明石西料金所をくぐりまして、一発目が大久保、二発目が多摩津の出口です。およそ300メートル先斜め右方向です。はい、多摩津の出口、料金は380円。明石方面に行く方と斜め右方向です。右方面に行く方とちょっとございますんでご注意ください。およそ300メートル先左方向です。こちらの明石方面と書いてない方に出ますと、まっすぐと左折としかできません。左折すると三木尾の方であるとか、あと滝の社とかあっちの方に登っていくことになります。はい、動画一旦切ります。
また後でお会いしましょう。さよなら。時間言わないか。11時29分です。令和元年2019年12月10日火曜日の11時29分、多摩津インター出口です。ありがとうございました。もう一回また後でお会いしましょう。さよなら。皆様こんにちは、キースジャガーです。動画の続きなんでつなぎ合わせると思うんで、もう挨拶はいいですかね。令和元年2019年の12月10日火曜日12時8分です。有料道路入り口です。多摩津インターチェンジの近くで荷下ろししまして、はい、また第2神明大阪の方に帰る方で行きたいと思います。ここがね、入り口になってます。まもなく斜め左方向です。カメラあんまりブルブル震えないようにちょっと取り付け方変えてみたんですが、いかがでしょうかね。ちょっと様子見ながらというか、うまいこといけばいいけどね。はい、姫路神戸と書いてまして、神戸の方を撮ります。こっちへ、左へ。はい、ここのインターね、ものすごくあの渋滞のメッカになっておりまして、あー入れてくれてありがたいな。止まってくれるか、優しいね。あと、はい、多摩津インター、ちょっとあの滑走路も短いし、あのこの本線の道路、第二神明がね70キロの制限速度になってまして、結構ビュンビュンビュン来る道路なんですよね。で、左側車線走っておる車も、今みたいにあの合流が入ってきますので、あのぼーっとしてますと当たりますよということですね。まあ、今あの入れていただいたので助かりました。もう取り付け方変えたらちょっとマシかな、これ。1月の20日くらいから撮り始めて、まあ11月のうちはここまで揺れてなかったなと思って、昨日なんでこんなもん見てられへんぐらい揺れてんの、なんでやっていうのでね、ちょっと取り付け方逆やったんかな。およそ1キロ先、締め付け金具を緩めるとね、あの表と裏はくる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 回るんでね、あの反対向きに止めてしまうと、あのちょっと強度が足りないというかね、あのすごい頼んないあのパーツで止まってるんですよ、このカメラ あの固定キットがね。で、あの上からサンバイザーからぶら下げるような形で止めてるんですが、まもなく一番細いところに5ミリぐらいしかないあの金属のパーツでつながってるだけなんで、これがまたちょっと揺れたらもう大げさにブル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 あの震えてしまうみたいなね。あ、まあそれはいいですわ。もう標準時過ぎてしまったかな、135度、統計さ135度過ぎたかもしれませんが、はい、伊川谷のジャンクションまで来ました、多摩ツインター乗っかりまして、はい、伊川谷ジャンクション、これ、伊川谷の出口もございます、第二神明の北線、第二神明北線の方にあの行って行くこともできますし、あと、阪神高速7号の北神戸線や、神戸淡路鳴門自動車道で、あの明石海峡大橋ですね、あの垂水ジャンクションの方に行けるようです。山陽道方面にも行けるみたいですね、みたいですねというか何回か通ってるんですけどね、あのややこしいんですよね、この辺ジャンクションがもう山の中にいっぱいあるんですよ。あの垂水ジャンクションとかの前回もあれジャンクションあったかな、ね、まあややこしい、しょっちゅうしょっちゅう通るわけでもないんでね、あの知らないわけじゃないんですけど、いちいち覚えてないんですよね。はい、いらんこと言いました、すみません。はい、何だっけ、伊川谷ジャンクションか。伊川谷ジャンクションで7号北神戸線に行く方と、またあの分かれました、このまま第二神明行きますと、大蔵谷ですね。もうこっから先、東へ進んでいくと、大蔵谷高丸、まあ、進まに行くまでは、ちょっと、上ったり下ったり、急な上り坂下り坂が多いのかなと
乗車は大してね影響ないと思うんですが、ちょっとあのトラックなど重たい車は上りは上らないし下りは止まらないしみたいなことになるかと思います。ちょっとしんどいんで、スマワンくらいまでの区間は頑張って集中力を切らさないようにお願いします。はい、間もなく大倉谷ですが、大倉谷出口はいいんですけどね、入り口のところにねたまにあのパトカー隠れてたりしてね、ちょっとおかしなスピードで行くとうーって出てくる可能性があるかと思います。まあ、制限速度70キロなんでね、別にそんなにもうこれを80キロ、100キロ飛ばしたってそんなに変わりません。危ないだけなんでやめてください。カーブもきついし、上り下りもきついし、ちょっとリスクが結構高いんで、この辺は。まあ、その割に70キロっていう制限速度高めに設定されておって、そういう高速道路みたいなスピードで走れるっていうことが許されてます道路なんで、もうこれ以上出さなくていいでしょう、別にね。そこまでお急ぎの方はスピード出すんじゃなくてもう10分早く出てこられたらいいかと思います。はい、正論を吐きました、すいません。大倉谷インターの出口です。合流があります。大倉谷インター出口です。はい、続いて大倉谷インター入り口です。このカーブ、入り口カーブしてるんでね、パトカーとか隠れてることよくあるかと思います。気をつけましょう。はい、制限速度70キロ表示されてますね。70キロです。大倉谷越えますとちょっと急なまたカーブと下り坂がありまして、まあ、カーブは知れてるんですけど下り坂がきついですよね。で、まあ高丸の出口が2キロ先ということです。長い下り坂、速度注意ね。70キロで走っておってもこれ減速かけないと、エンジンブレーキでもかけていかないと90キロ、100キロすぐ出てしまいますんでご注意ください。私はもう今荷下ろし終わって空車なので空っぽなのでそんなにスピード乗らないんですけれども、荷に積んでる車はね排気ブレーキだけではちょっと身を止まらんかと思います。ご注意ください。私もちょっと空車やけど今2回ほど長めの排気ブレーキかけました。かと思います。カメラ先ほどまでと違ってだいぶ安定しましたね。多分向きが違うかったんやな今まで。もうこれやったらよっぽどひどい揺れの時ぐらいしかぶれないですね。さっきまではもうもう揺れてるか揺れてんかわからんぐらいの揺れでももう画面もうわーっと揺れてたんですけれどもね、これもう動画見て一目瞭然で変わったかと思います。どうでしょう。そういうことあれやな、前半戦行きしの分も全部ボツやな、こうなるとね。まあちょっともったいないというか、せっかく走ったので一応記録として残してアップロードしておきますね。まあちょっと見て目が痛いよという方はまた後日走る機会ありましたらもうちょっとコンディションいい形で出せればいいのかなと。ちょっとごめんなさい、まだ初めてなもんで、第2神明をご案内するのがこれが初めてなもんで、ちょっと他のやつは今ご用意できておりません、すいません。はい、高丸出口です。高丸出口、そして高丸入り口もすぐございます。第2神明はいいですよね。幹線の高速道路というわけではないんですが、普通の有料道路にしてはきっちり出口も入り口も両方向きっちりございます。出口だけあって入り口がないとか、入り口はあるけど出口はないとか、それ一番困るんですよね。あるもんやと思って行ってみたらうわないわっていうことで一区間棒に振るみたいなね。ああここ出口だけやったか降りられへんわって、次の出口まで行ってみたりとか、そういうことがまあ第二神明なくていいのかなと、いい道路だなということですね。まあ、事故多いですけどね、このカメラで見てお分かりになりますでしょうか。結構ねすごいの上り下りなんですよね。そしてそれに複合してカーブです。カーブときつい上り下り、そしてこの交通量ね。で制限速度70キロなものですから、
ゆっくり走ってる車が70で走ってると思ってください。左カー走ってる車が70やったら B カーの車も80も90も出してますんで、ね、それはちょっと雨降ってスリップするとすぐ事故しますんで、ね、お気をつけください。はい、妙谷の出口と妙谷パーキングございます。妙谷パーキングご利用の方は出口出られません。あと妙谷の入り口から入ってこられた方、私先やってみたんですけれども、妙谷入り口から入りますとこのパーキング使えませんので、当てにしないでくださいね。はい、妙谷パーキング過ぎて妙谷の入り口から入ってきた車が合流してまいります。準備してください。大谷の入り口合流です。あとこれちょっと 表示書いておるんですが、今までね右ルート左ルートあったんですが、これ12月ぐらいまでかな、12月じゃないか、12月中旬って書いてたかな、ちょっと何日っていうのは書いてなかったんですが、8月ぐらいから工事してるはずで、芝方面 の右ルートのトンネル閉鎖中です。現在令和がね8月20日から12月中旬と書いてありますね。トンネルで右ルート左ルートありまして、両方通れとったんですが、今現在まだ12月の10日ですけれども中旬ではございませんということで、終日車線規制で通れなくなっております。ご注意くださいというか、もう注意することもなくこれも左に追いやられますんで、はい、まだ通れないですねということですね。まあ次また動画撮影する頃にはもうこれ解除されておるかもしれませんね。はい、そういった意味も込めまして、令和元年の12月10日とか日時を厳密にお伝えしておるものです。3年前はこうやったんかとかね、10年経ったら店がなくなってるわとか、まあそんなこと多々ありますんで、時系列しっかりお伝えしていきたいと思います。あとよその動画みたいに音全部消してしまってね、BGM でも流しときゃ大変楽やし、耳障りっていうことがなくてちょうどいいかと思うんですが、まあ私の喋りももうどうしようもなく鬱陶しいよっていう方にとっては最悪の動画になるかと思うんですが、まあまあ邪魔にならないよという方には別に見ていただかなくても、耳で聞いてるだけでも話伝わるような動画にしていこうっていう趣旨でやっておりますので、ラジオのように聞き流していただいたら、くばくばの情報がお手元に残るのかなと思っております。はい、スマ料金所第2神明の終点スマ料金所超えました。はい、ちょっと下り坂きついのと、ちょっとカーブトンネルなどが続いて危険な区間となっております。事故が発生しやすい区間なので50キロ規制です。ここは若宮のカーブ終わるまでは50キロだと思います。若宮終わりましたら、60キロに、ほぼその先神戸線は3号神戸線は60キロの道路になっていきます。